1976年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1976年11月2日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙である。現職の共和党ジェラルド・アール・フォード大統領が、民主党のジミ・カーター候補に敗れた。候補者、1972年の大統領選で、大敗した民主党からは、ウォーターゲート事件による、 政治不信を政権奪回の後期と捉え、有力政治家が次々と名乗りを上げる対乱戦となった。特に知名度の点で、ブラウンカリフォルニア州知事とジャクソン上院議員、ウダール会イ議員が有力と見られていたが、政治不信は共和党のみならずミニ主党をも含めた規制政治家への批判にまで及んでいた。そんな中で、全国的に、 知名度の低かったカーター・ジョージア州知事が予備選改革をうまく利用する形で頭角を表し出身州のジョージアさらにアラバマ及びインディアナの予備選挙で勝利を収めたこれで木さんが外れたジャクソン候補が早々と撤退ウダールは選挙戦を続行したもののカーター指示の勢いを止めるまでには及ばず民主党全国大会では第1回投票で カーターの候補者指名を決めた。カーターが副大統領候補として選んだのは、ミネソタ州選出のウォルター・モンデールだったが、これは、同じ地元のヒューバート・エイチ・ハンフリー、元副大統領の支援を期待したものと言われている。候補者、フォードは、ウォーターゲート事件に無関係だったものの、 辞任した前大統領ニクソンに恩者を与えたことで、事件の首謀者と同列に見られることになってしまい、しかも、フォード自身が、スピロアグニュー副大統領の辞任に伴って1973年ニクソンに任命されたことから、大統領選の審判を一度も経ずに大統領に就任したという追い目も重なった。またフォードは、ニクソンからデタント政策を引き継いだものの、 これも保守派の反発を招き、1975年末頃に、レーガンが大統領選に名乗りを上げることになる。フォードは、中道派の支持を取りまとめて、レーガンに対抗したものの、ニューハンプシャー州での予備選では僅差にまで追い込まれ、その後も一部の州を除いて、レーガンの前線を許した。 結局のところフォードが逃げ切りに成功したものの、保守派への支持を取り付けることもあって、副大統領だったネルソン・ロックフェラーを優待させて、カンザス州選出の上院議員、ロバート・ドールを副大統領候補に選び本選挙に臨んだ。選挙戦の情勢は、序盤戦からカーターが優勢であったが、 1976年9月23日に行われた第一回テレビ討論会直後にはフォードが無党派層を取り込み劣勢を盛り返して接戦に持ち込んだしかしながらフォードはその後の討論で東ヨーロッパが共産主義者によって占領されることはないと繰り返し主張しそれが大きな失策となったワシントン州の共和党候補への選挙人の一人は ロナルド・レーガンに投票した。2016年時点で当選者の勝利した州の数が、敗北した候補の勝利した州の数を下回るのは、この選挙が最後である。前回は1960年の選挙で起こっている。ジェラルド・フォード・ジョーがレージオニアット。A キャンペーンボタンフロム・イレクション・ナイトウェア、カーターマンデール、スペント・ザイブ・ニング・イン・フリント・ミシガン・アット、A ラリー。 カーター・モンデールのキャンペーンボタンフォード・ドールのキャンペーンボタン青字は民主党赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差1%未満、オレゴン州0.17%オハイオ州0.27%メイン州0.84%得票率差5%未満。 アイオワ州、1.01%オクラホマ州、1.21%バージニア州、1.34%サウスダコタ州、1.48%ウィスコンシン州、1.68%カリフォルニア州、1.78%ミシシッピ州、1.88%イリノイ州、1.97%ニュージャージー州、2.16%ニューメキシコ州、 2.47%ハワイ州2.53%ペンシルベニア州2.66%テキサス州3.17%ミズーリ州3.63%ワシントン州3.88%ネバダ州4.36%ニューヨーク州4.43%特票率差5%以上10%未満コネチカット州 5.16%フロリダ州5.29%ミシガン州5.39%デラウェア州5.41%ルイジアナ州5.78%ノースダコタ州5.86%メリーランド州6.08%ケンタッキー州7.18%モンタナ州7.44%カンザス州7.55%インディアナ州 7.62%ありがとうございます。